おや、私の乱視がひどくなってきたようで、なんか本当は36万人だったような気もする。あ、でも随分おしとやかな皆さんが見てくださっています。あ、増えてきた増えてきた、今4万人増えている。みんなやばいぞ、これはインスタのサーバーがパンクしてしまう。ありがとうございます。秋田の海沿い三ヶ星から参りました、花粉舞と申します。この陽気な爆発頭がトレードマークの花粉舞ですけれども、はい、みんなが新曲お披露目ですね。ラッシュでやってきている中、ちょっとは馴染みの曲もないと、みんなね、あの気休めにも、なんかひどいこと言いました、はい、箸休めにも、あ、君ひどいこと言いました、はい、みんな見慣れた曲が見たいという時もあると思いますが、初めましての皆さんには新曲です。はい、常に工場の一部も新しく日替わりで変えてやっています。秋田のお土産、これから帰る時期になってですね、何買っていけばいいのっていう人もいると思いますけれども、三ヶ穂に美味しい名物があります。安住のカリッとというものなんです。これね、あ、知ってる？あれやめられないんだよね。食べればね、あれ一袋何キロカロリーか知ってます？600くらいあるんです。はい、ちょっとドキッとしちゃったね。でも買っててくださいね、皆さん。厚みのパリントの宣伝でした。はい、それでは演舞に参ります。よろしくお願いします。花粉舞。泡かけるこの思い、たとえその先に待つ色、暗闇だと。